はい、えー、それではまずあの講師の皆様ご講演ありがとうございました。えー、とここからパネル講あのパネルセッションということで約30分のお時間をいただきまして、えー、パネルセッション、えー、とオンライン教育が大学をどう変えるかということをテーマに、えー、セッションをお,あのお送りしたいと思います。あの残念なんですがあの主導文庫佐々木先生は あのば番最初にご講演いただいた先生ですけれども、えー、とご都合によって参加されないのできないということですので、あのー、他の講師の皆様をご参加いただきましてパスョンをお送りしたいと思います、あのー、少しブレークをいただきましたので本来は全体を振り返るといいんですけれども、あのー、ちょうどカエルンさんが書いていただいたものがこうありまして非常に素晴らしいレコードをしていただきました。あのー 急遽お願いしてこっちでも表示してよということでちょっと表示していただきましてあのまああいなんていうのはどうでもいいんですけども私の絵も描いていただきまして先ほどあの横に並んで記念撮影をさせていただきましたえっとあの残念ながらいらっしゃらなくなりますしし佐々木先生からはあの非常にフレッシュな感じで慶応、まあの第1号のコースを作った時の。 あのライブ感といいますかリアルな感じであこんなふうに作られたんだなということが分かる講演をいただきましたえー、っとそれから2番目のえー、っと森先生東稿大の森先生からは東稿大の取り組み上で5年間東稿大取り組まれた内容ということであの東京テック X10 コースすでに10コース配信されているという,うお話の中でいろんなご経験についてご披露いただきましたやはりです、ね、あの最初の コースがあの,海の苦しみもあり、えー、大変だなということもありあの印象に残られていること,でしたかということでしたがあの非常に面白かったのことの一つとしてはあの学内をどうやって巻き込んでいくかということにあの非常に進んだ取り組みをされていてあのコースの,あの提供される先生方というんですかねをあの学内公募で 選ばれれてていいいる、る、まあ、募集されているととうことが1つ。それから、えー、と学生さんですか TA として、えーまあ、こういうことを TA でお手,お手伝いいただくとてよくあることではあるんですがさらにオーガナイズされて、まあ、これにこうサーティフィケートを出すような形で、あのー、加わってもらっているというようなことで、あのー、学内的なこう着地と言いますかね あのプロモーション巻き込み方というのは非常に進んだ取り組みをされているなと思って配置をいたたししましたあのもちろん他にもいろんなことあると思うんですけどもう私なりにちょっと面白いというかあのピンポイントで引っかかったところをちょっとご紹介しておりますそれからあの東京大学藤本先生はやはり東大の取り組みということであのまたこちらも東工大さんもちろん慶応とも全く異なるアプローチで。 進めてらっしゃいまして、あの最初は国際広報的な社会貢献的な取り組みとして始まったのを、まあ、どうやって学内に収めていくかという、まあその課題感というのはあの我々も共通するところかと思います。えー、あのさすがに早くから取り組んでいらっしゃったということで、あの展開ですかね、あのちょっと教育コンテンツを提供して学生さんが集まって教育しましたっていうレベル感からもう一歩二歩 先に進んでいらっっしゃってあの例えば大学間の連携に進んでおられるとか、えー、あの相互評価のレポートを可視化されてあのさらにこう、えー、留学したい人向けの、まあ、ちょっといわゆる教育コンテンツってこれまでにあるなんとかの授業のコンテンツとはまたちょっと違った形の新しいその。 こういういものならオンライン教育ならではのコンテンツ日本から出すならではのコンテンツということを取り組まれたりしているということで大変興味深くいたしましたまた最後にはですねあのゲーミフィケーションの,あの取り組みということで掛け算表票を取られていわゆる研究としても展開をされているというところがあの授,業あの授業ですねあのビジネスという意味での授業 とこう越えたあ大学ならではのあり方のようなことを大変勉強させていただくと思います。さてあのというわけであのざっくり間が空きましたので振り返りをさせていただきましたけどもあのありがとうございますこれ用意してくださったスタッフの方でありがとうございます。ちょっといろいろざっくばらんに進めていきたいと思うんですけどもあの私口からあのリードとして少し、えー、最初にあのご質問を何点かさせようかと思うんですけどもあのまずですね。 お三方の経験の中でおそらく何らかの、まあ、きっかけといいますかあって、まあ、こういうことに関わられたとお三方いろいろあると思うんですけども最初の講義なんかではいろいろあの印象があのあの強い印象があったという話をいただきましたけどこれ、新しいあこのオンライン教育をやってみてコースを出してみて、まあ、そういうことが何回かあったと思うんですけどもこが何かこう新しい、えー、価値といいますかね あの、やってて良かったという個人的な成果もあるかもしれないけども、これは何か新しい可能性があるんじゃないかな、なんてことを感じた瞬間みたいなものがあったんではないかなと想像するんですが、例えばそういうことに関して、あの、何かご経験があったら少しご披露いただけないかなと思っております。で、あの、教育的なものかもしれませんし、あるいは、あの、教育の形のようなことかもしれませんし、あるいは意外とこれまで大学のものと同じだなとも感じた。逆には。 あの違うなと感じた、えー、そんなとこ何かありましたらちょっとご披露いいだけないかと思うんですけどもいかがでしょうかどなたでも結構なんですけども私からえっと このムークの授業が始まってですね、えっと、最初の頃はやはりそのマスセブってあることが非常にこう関心を集めたんですね。あの1コースに10万人とか何十万人単位で受講生が集まるとそしてあの佐々木先生もおっしゃってましたけども今までにないようなフィードバックを教員にこうが受けるっていう体験を皆さんされたんですよね。それによってあこの えっと、今まで教えてきた中でここまでこうの体験をしたことは初めてだっていうことをこう皆さん先生方口々におっしゃるっていう状況がこうありますで現在もそれはあの規模はやっぱりですね1コースあたりの受講者っていう観点でいくとだいぶ少なくはなってきてるんですけどもそれでもやっぱりあの300人とかを相手にしてた頃それ300人大 教室で大講義授業だって言ってるあの閉じた大学の中の授業とは全く違う規模の学生と触れることができる、えー、しかも、えー、と慶応なら日吉なり。 えーと三田なりあるいは東大の本郷なりに来れない人でもあの世界中から集まるっていうところのインパクトはやはり大きかったなということですねそれによってその大学のこれまでやっていたオープンエデュケーション事業っていうのはやはりまだその大学の枠の中でやっていたものが枠の外でもうそもそもプラットフォームを大学は提供してないところでやっていますしそこであのそこに参加するプラットフォームに参加する大学同士の連合が起きたっていうこともこの5年ぐらいの大きな変化であります。です でそういったところがやはりその今まで補完的な位置づけでオンライン授業、オンライン教育ってやっていたものが補完ではなくなったっていうのは大きな変換点であるというところがあるかと思います。はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。はい。そうですね。あの私自身がやっぱりあのづくりを通じてま人が学ぶどう学ぶかというのに興味があるのでどうしてもそこにあの戻ってしまうんですけども、やっぱ学生が オンライン教材を作るっていうことは非常にあの価値のあるというか面白い学びの場だというふうに感じていますつまりあの自分たちが作ったものが世界に向けて発信されてある意味さらされるわけですねであのオンライン教材のいいところは作り直すことができますですので 何度でも作り直して試しながら自分たちが納得いく形でもちろんそれでも未完成でまた直していくっていう作業に入るわけですけどもできるという意味では非常にその学生がの学びにとって実はオンライン教材を作るということがまあ特にそのいわゆるフューチャーファカルティプログラムと言われるようなこれからその大学教員を目指す学生なんかにとってはまあ 貴重なななな経験になるんじじゃいいかなというふうに感じたとう感たころですでもう一点はその新しい価値としてやっぱり MOOC を始めてからもちろん OCW があって MOOC があってというまあ流れもございますがあの学内でやっぱり急速にオンラインを活用しようという動きはできてきたことだと思います。で具体的に言いますとその、まあ、スタジオもあってそういう撮影もできるんだったらじゃあ,あの倫理教育今までいろいろやってましたけども。 あの例えば、えー、普通にです、ね、あの教室でやってるのを録画してあの見てもらうようにだけにしてもらったやつをスタジオできれいに撮ってみようとかですねそういったお話になりましたり、まあ、それはあの情報セキュリティの講座だったりもしますし学生の留学前の安全講習とかそういったことですねいろいろその学内でオンライン教育を使って試してみたいというようなニーズがあの掘り起こせたことかなと思います。あとととは今あの進んでるところで言いるこ言ますと 授業でのこの,の,の MOOC で作ったものを今実際に、えー、と学生1年生がですね電気電子の授業なんですけども全員受講しましてあの、まあ、いわゆる授業前の,あの教材として活用してますでそれに伴って今学内でもじゃオンラインで受けたものをどうその授業の 時間として認めるかですね。そういったような議論も、あの広がってきてるという意味では。あのムークから、その広くオンライン教育っていうことで。まあ学内に新しい価値が少しずつできてきてるんではないかなと思います。岡そうですね。私も、えっ、ー、と、まず一つ目はですね。あの。フューチャーランは。ソーシャルラーニングであるとか、その。三つの。フィロソフィーみたいな。結構その。 教育理念に対してのドライブが強いタイプのプラットフォームなんですね。で、ニュートラルなプラットフォームもあるし、結構強いタイプもあって、私たちは結構強いタイプでやってきたんですが、それが私にとってはとてもあの新しい発見もたくさんあって面白かったんですね。えっ、ー、と、私そ、そもそも教育なバックグラウンドないものですから、もちろんどちらかというとこう、コミュニケーションとかテクノロジーとかなので、こういうフィロソフィーに沿って、 自由にデザインしていいよっていうことがすごく楽しくて今回ちょっとワークショップでもやったんですが1時間半教室で話すということを前提とした授業では全くなくどうやったら伝わるかっていうことをこう積み上げてデザインできるっていうことがあの面白かったです。でそれで私が面白かっただけじゃなくてそれをワークショップで先生とやった時に先生が 完全にパラダイムシフトをしてくれた時がすごく私すごく嬉しくてでその先生もこれファカルティデベロップメントにいいねって言ってくださったんですねなのでこう学ぶとか教えるとかいうそのパラダイムがあの本当にシフトしてくれるんじゃないかなって って思った瞬間がすごく私嬉しかったです。今シフトしたかっていうとちょっと違うんですけど、本当にね最初に先生じゃあこの授業オンライン化でややりましょうって言った時に、初めはあの十五回こういうふうにやろうと思いますってやってくるわけですよね。でそれをこうガッと変えるところが楽しいなとちょっと思いました。はい、ありがとうございます。あの季、ー、節してえっ、ー、と森先生とそれから大川先生からはあの少しこうデベロップメント教育教材を作る側って のまあ学生さんだったり教員だったりしますけどももうあのちょっと違うこれまでとは違う経験があるんじゃないかと頂きましたしあのもう1点はそのえっと藤本先生からえっと学生のフィードバックがやっぱり世界これは世界ということもあると思いますしマッシブという。 側面もあると思いますし。しというわけで、あのこれまでとやっぱりちょっと違った大学を飛び出しているという感覚でしょうかね。あるいは大学の教育のあり方をと飛び出している感じって、ね、やはりあのこのムックスの世界から見えてくるところがあるのかなというふうに感じてお話を伺いました。あのもう一点私からちょっと、えー、お伺いしたいなと思っているのは、あのまさに学内でですね、今活用が始まっているという話をそれぞれいただいてます。それから学外に飛び立っているという話をいただいてるんですが、やはり大学でやってることですので、学内でどういう うふうに評価をされているのかという生々しいい話になるとと思います評価といっても厳しいんですけどもあの例えば教員の方の認知度とかですね学生さんの認知度なんていうのもあるかと思うんですが、えー、と東大ではそもそもあった授業をそもそも存在した授業を、えー、オンライン化するというところから始められたというふうにあの説明をいただいたと思うんですがその意味では最初から授業で使うというようなことがベースラインに ああったんでしょうかああです、ね、そこは若干そこが必要でして、えー、っとオープンコースへの授業は正規授業をそのまま収録をして公開するという取り組みだったんですが MOOC は全く別にあの,のコースとしてコースとして成立する形で作ってもらってますんであので担当の先生からするとアディショナルな活動であると。はい 授業をややっっててるる流れで全然やってるんじゃなくて、のでやっぱり引き受けるにはちょっとあのハードルが高いというかですねあのやはりそこであの躊躇される先生も多いですし東大は方針として英語の授業を配信するっていうことをやってますのでなかなかその英語で授業もやれるしそういった形で新しいコースを追加で提供できるっていう方は少あのまあ限られるというのは現状ですね。 あの東工大の場合には募集をされて今、作っているということなんですけども、これは正規の授業とはやはり別のアディショナルな形になるんですけどそれともご自身のやっているあの普段の講義をオンライン化してくれというような応募が多いんでしょうかあ<の>基本的にっ、えー、MOOC で出したいものと、実は SPOC として学内利用したいものと、まあ、両方あの公募をしていまして、両方受け付けています。 えとですのであの、先生方によっては、学内の自分の授業で使いたいという応募もいただきますし、ムークとして出したいという応募もいただいています、今、まあ、でも、数としてです、ね、実は、えー、と一昨年が4件ですね、ことはまだ今、受け付けているような状態でございまして、えーとまあ、これからもうちょっと認知を上げていかなきゃいけないかなというところでございます状況は分かっているので、大川先生も一言、慶応の状況としては。<laughs> あ認知度を上げていかなきゃいけないっていうのもあるんですが、ちょっとあの今スポックの話が出たので、えーと、学内でどう使われているかっていうので、えーと、クォンタムコンピューターのコースについては、えーと 世界中で一緒に学びながらえっとレジスターした学生だけはあの、まあ、スポックみたいにあのトラックができる機能があって教室受講者はそのスペシャルなレジストレーションをしながらあの一緒に学ぶというのをやっていますでえっとこれは、まあ、ラーニングマネージャー機能っていうやつなんですけどそうすると教室の学生は誰がどこまでやったのかっていうのを先生があの個人特定しながらあのモニターできる。でもあの えとプライベートではなくあのコメントとかはもう世界中でやるというのをやっていてこれはかなり面白いですねあの授業の中でも何年かあのなあのもう2年目なんですがやってなかった時よりも絶対にその学生の理解度はすごく増えてでかつ、まあ、あのブレンデッドになりますからあの授業の中では実習中心みたいなことができるようになってきたというコメントはやっぱりいただいてますね。なののでそういうい形の まあ無理ないやり方でブレンデッドで使っていくというのはコースによってはあるかなというふうに先ほどお休みの間にです、ね、実はちょっとご質問をだいたんですけども、あのー、私も知識の確認を兼ねてあのここで言っている m o o スの講義発信をしますというお話はあの受講者の方々から見るとそれぞれのプラットフォームに多分 受講者と学生として登録をされて、えー、授業を受けるオンラインの配信を受けるということに関しては基本的には無料という理解でよろしいですよね。自由に受けるることとができると でただ、それだと受けただけで終わってしまうということになりますので、えー、と大川先生の話ではサーティフィケートを有料で出しているという話があって、まあ、ちょっとプラットフォームによって言い方が違うのか問題なのかわからないんですけどもいわゆる事故完了しましたという修了証を出すというところまではどのプラットフォームでもやっているかと思うのでそういう理解でよろししいででょううかねそうですねそすフューチャーランもあの有料,有料お金を払うとサーティフィケートがゲットできる。 といいう状況になっていて最近はですねサブスクリプションモデルがやっぱり主流になりつつあって1年間いくらでどんなコースでも受けられるあの有料会員会員というか有料ユーザーとして受けられるというのがあってそうするとあのどんどん学ぶとちょっと得するじゃないですかそういうのいいなと最近ちょっと思ってます。<laughs> 質問のちょっと質問の本質はです、ね、ここなんですサーティフィケート取りましたと、まあ、要は授業、収録完了しましたという場合に、あの大学の中では、なんかどういう扱いになっているのかなってちょっとあ,のありましたら教えていただきたいんですもう、例えばあの、サーティフィケート取ったということと、あの単位を取れたということは、大学の中で多分独立の話だと思われるんですが、場合によってはあの、単位として認定しますよって話もあるかと思いますし、その辺の扱いがどんなふうになってるかなんていうの、もしありましたら教えていただけるとありがたいんですが、いかがでしょうか。 まず東大はですねそこはもう開始当初からですね明確にその 学内の単位認定と結びつけてしまうと制度的に非常にややこしくなってですね学内の教務委員会が何とかとかですねそういう全部調整をしているとムックが何年経っても作れないんです <laughs> なので、えー、と全く別個の終了サーティフィケートはサーティフィケートで別にそのある種のエクステンションプログラムを立ち上げたような位置づけであの学内の単位認定とは別個の取り組みとして始めましたでそれは現在も変わってなくてですね終了した方は、まあ、ある種その東大の提供しているコースを修了して ししましたっていう証しとして修了者をもらえる、それは有料であの発行してますけれども、えー、その状況、えー、学内の活動とはまた別に、で個別にその先生があの私のコース受講してくれたんだ、そうか,そうかってことであの認識をするってことはあると思いますけれども、制度的にはそこはつながっていません。東大もあの 今,今のところは、そのムークの終了証そのものを単位として認めるということはやっていません。えただ、あのムークを立ち上げた理由の一つが、私、ちょっと最初、しゃべり忘れてしまったんですけども、学内で、まあ、学生が英語で学べる環境と申し上げましたのは、実は大学院の授業をすべて英語にするという、そういう目標を立てています。ですので、あのそういった意味で、これからその先生方のニーズとしても、実は、ムークでたくさんコースがあって、 英語で学べるものがあったら使いたいというようなお話もいただいてまして、今まだ検討しているというような段階でございます。ありがとうございます。僕から説コメントありますか。はい、慶応もあの単位とは無関係に動いております。はい。ただあの。 ちょ,っとちょっとだけ軽音だっていうんじゃないんですがもう学生はサーティフィケートをかなり真剣に取ったっていうことをあの主張してくるんですよね。エデックスとかで私はもう経済あの大学では学ばなかったんだけどちゃんとエデックスでこれをもらったんで私をあのちゃんと経済学んだことにしてくださいみたいなことを普通に言ってきますねあの留学の例えば選考の,の時とかそういうことであのやっぱり学生の捉え方は随分違います。はい あのまあ、ちょっとある意味今日のテーマからするとややつまらない目の質問から今してるんですけれどもなぜかというと大学の今の制度とどうつながってるんですかっていうような視点で必ずしもこう未来の明るいところに焦点を当ている話ではないんですがあの実感としては。 非常にいろんなこう可能性がある取り組みであるしプラットフォームではあるんだけれども大学の中でどう着地するのかということに関していろんな形の,そのまだ課題があって1つは大学生さんから見たときに同じように授業を受けたつもりなんだけどともしなったとしても残念ながら今そこまではちょっと大学でうまく吸収できてないなというところがあるなというのを感じておりますとでそれはまだ大学の課題かなというふうにも感じますし新しい 学び方をどうやってこう大学にこう取り入れていくのかあるいはある見識を持って取り入れないっていうのもかいなのかもしれませんけどもそういうことを考えていく必要があるのかなってちょっと感じながら今日の話を聞いていたのでちょっとつまらないところから入ってしまいましたけどもあの明るい未来だけではない話から入ってしまいましたけどもあの聞かせていただきましたえとちょっと区切りがいいようですねこの辺で会場からももしご質問とかコメントがあれば受けたいと思うんですけれどもいかがでしょうか あのいろんな話が出ておりますので、あのご質問、えー、コメントありましたら、いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。いくつかオンラインでも。はい。はい。あ、オンラインで入ってますか。そうですね。はい、あの、出してくださっている方が。いますね。うん、はい。そちらで見えますか。あ、はい。はい、見えます。えー、っと、今やっぱり単位のことは質問にやっぱり入ってましたね。あの、どうやって。 リンクしているのかというのはありましたが両方今東,京東大ではエデックスとコーセラとやっているこの2つを両立し,していらっしゃるのはこれからもまあ継続されるのかまたはこのまたあのその2つのプラットフォームでラーナーとかコース設計なんかに 違いいががあるるののででしょょうううかというのが出てるんすあのちょうど私も質問を考えたところなんですが <あっ S 2> プラットフォームについては、うん、今日の中ではあまりプラットフォームの違いがお話し出ませんでしたが、えー、特に東大さんではあの2つ併用されているということで、まあ、その辺のまあ理由なんかともしコースそのプラットフォームに違いなんかがあるようでしたら、えー、と教えていただけるとありがたいんですが、はいかがでしょうか。東大のみですね国内から コースラとエデックスと2大プラットフォームに参加しているのは東大だけなんですけれども、まあこれはあの戦略的にはリソースの限られた状態で2方面作戦をやるというのは非常にまずいので、本当はやらない方がいいんですけども <laughs>、あのまあなんとかやりくりしながら両方にコースを出しているっていうのがまあ状況であります。で特徴としてはですね、やはりそのエデックスの方はあのハーバードと MIT がえっと共同出資をして立ち上げたプラットフォームで、えっと アプローチしたオープンにあのオープンソースでそのエデックスの。 プラットーで、東大もそのオープンエデックスっていうそのオープンソースを使って独自のプラットフォームを立ち上げたりしてますし、学内向けにもできるようにな,なってます。それをあの世界各国でやっていて、それでオープンソースのカルチャーでどんどんアップデートするっていうのアプローチでやっています。ですので、まあ、あの、すごくでよくできているところもあれば、ちょっとこうな、生方な感じで出来の悪いところもあるっていうのがエデックスのプラットフォームの特徴です。 お金が入ってですね資本が入ってスタンフォードの教授たちが中心になって立ち上げてもう最近はもう大学というよりも本当プラットフォーム会社のような形で運営されている状況がありますで非常にプラットフォームも洗練されていますしあの総合評価のレポート化も、えー、とコーセラの方があのうまくやりやすいっていう状況があります。 でえっとフューチャーランも先ほど先生おっしゃったみたいにあのソーシャルラーニングをかなり意識しているプラットフォームでそこが大きな違いだなっていう感じがします実は私あの東大であのフューチャーランのに入らないかっていうこう東大にあのオファーがあったときにその えと先行というか、ですね検討するときに一緒にいたので、この,あの日本で多分あの3つの大きいプラットフォームの裏側の管理画面見てるの、たぶ日本で私だけという、ちょっと自慢なんですけど、<laughs> あまりにマニアックすぎて、誰もそのありがたわからない自慢であります。ありがとうございますあの。そうしましたら、プラットフォーム悩んだら、先生のところでご相談に行くというのは一ついいかなと思います。な何かかありますでしょうかはいあの フューーチャーランーーのステップっていう考え方ですかね、はい、すごく素敵ですよね。今日実はあのここの会場に来るときにそこの階段のところに3歳ぐらいのお子さんですかねいて頑張って登ってたんですよ一つ<ー>あ登った登った登ったって見てで登り終えたときにお母さんに「登れた!」って<ー>大きな声で言ってましてやっぱりそういう意味でこの「ステップ」っていう考え方ってすごく達成感というか いいなと僕はあのすみません、エデックスなんですのプラットフォームですけども、いいなと思いながら見てました、はい、実は森さんは、あの森先生は、フューチャーラーンのデザインワークショップ、一緒に香港で受けたことか、あはい、両方、なんとなくご存知なやっぱり人材なんじゃないかと思うんですが、そうですね、そういった意味で、エデックスはすごく、なんでしょう。 まあ、シンプルというかあの、まあ、いろいろこうできますし汎用性のあるような、まあ、いわゆる通常のラーニングマネジメントシステムに近いのかなと思いますがフューチャーランの,のワークショップを受けた僕自身の,その感覚ではいろんなその教育的なことを踏まえて作られているなというのを感じました。はい、さっきのそのステップの話でもそうと思います、はい はい、ありがとうございます。えっ、ー、と少し教育の話に戻したいと思うんですけれども、あのまあ、新しい可能性も出てきたということですが、ブレンデッドラーディングのような言葉も出てきています、えー、またちょっと、えー、いわゆるムークスそのものの効果と言えるかどうか分かりませんが、あの ta さんが非常に学習効果が高いというのも意外,意外と言いますが、まあ、なんか外側ですよね。あの、オンラインの世界だけ見ていてわからないような話なんですけれども。新しい学び。 まあちょっとタイにはちょっとまだならないんだけどなっていう部分があるかと思うんですけども、新しい学びという点では、えー、とこの m o o c というのはいかがでしょうかとうちょっと伺いたいんですけども、何かこんなような、一、まあ、つはその TA さんの学びってあと思うんですけど、何かありますでしょうかあの教育革新センター、私所属する教育革新センターのえっで、えー、と学内にあの先生方向けのセミナーとかをたくさんやってるんですけれども、ブレンディット型の授業をお勧めしてます。 えっと、つまり、今、クォーターになってまして、あの、一週間に二回授業あるとか、そういう状態なので、風邪ひいたら、あの、もう二回参加できないということもあったりもしますんで、あの、オンラインで、え、一回やって、もう一回は、あの、集まるというような形でできるような、まあ、そういう、あの、授業の設計の仕方等もですね、教材の制作の方法等も含めて、あの、センターの方で推進しているところです。ですので、まあ、あの、向くから少しこう、 学内利用にということで、はい、はい、ブレンディットのしあの、おすすめというのもしています。ありがとうございます。まあ、コースを単独でムークス用に設計するというよりは。はい、あ既存の、その講義、大学の講義と連動させる、連結させる。お互いにこう、見れるような形、特に学内利用からはすると。あ、ある講義を取っていることと、まあ、それの、まあ。 教材なのかあの拡張なのか分かりませんけどもそのオンラインコースはそういう位置づけになってて、まあえー、単位は学校の、えー、授業で取るとだけどその、えー、と課題なんて言いますかねその教材の一つとして、えー、も1つとしてもその m o o スの教材が位置づけられるというような形でこうお互いにブレンドされていくという感じでしょうかね。かえー そうですね。あのどちらかというとそのオンラインのそのまあ教材としてですね。ムッというコースというよりはあのおっしゃられたようにその教材の一つとして授業のだけ活用していくという,うイメージです、うん。なるほど、わかりました。ありがとうございます。質問していいですか。週2回のうち1回オンライン、1回教室っていうのは週2回教えたことになるんですか。うんはい 今あのその方向で <laughs>、うん、もちろんその,そのために、はい、えときちんとフォローをするような体制を整えなきゃいけないというのが、はい、あの文科省大学設置基準上そうなってますんで、はい、あのでそういった形でサポートするようにしてオンラインもうまく混ぜて使うことを今、学内で先生方にいろいろとお話していますしていただかなした。 って思ってるんですけど <laughs> 大学連合でどうですかはい あのでいか,がですか,なんかその辺の新しい教育の形という意味ではえとそのさっきの単位の話から入ってあったのでちょっと暗い話になったんですけど <laughs> すいませんたまたままだ国内大学がそこまで行き着いてないだけでもう MOOC の世界では海外の事例を見ると非常にも前向きな状況になっています。えー、といくつか例を挙げると例えばもうフルオンラインで MOOC だけで、えー、と修士の課程も,もう各大学で立ち上がってますしあの えっと、オンライン MBA みたいな形であのイリノイ大学があの先駆けてやったんですけどもイリノイ大学の MBA ってそんなにこう上位ではなかったんだけどもを出ししたたたたことでもものすごく評判になななっってかなりりランキンキグ上が上たみたいな話もありましたそれからあの単位互換っていう観点では制度化されてるのはマイクロマスターズっていう制度がありましてそれはの修士号の、えー、修士に入学した時のあと単位の互換として MOOC を先に受けていればそれが認定されるっていうようなそういう仕組みで、えー、MIT が始めたやつを あと他のオーストラリアの大学とか各大学が連合して同じコースでえっと MIT のムークを取ったらオーストラリアの大学に入るときにはそれ単位として認められるみたいなことはもうすでに起きているのでそういうことを日本大学がどこまで頑張ってやるかっていうところがこれからの課題かなと思います。ありがとうございます。あのその前にちょっと言及したかったんですよなかなかこううまく話が高めなかったんですがあの大学世界で見るとまあ今。 今日私の質問も日本の大学の都合みたいなところから出発しているんですけども、世界で見るともう Moox の使い方というのが我々大日本の大学の常識を超えているっていうところがあって、あのそういうところにもやっぱり目を向けていただいまさに今コメントいただいたようなところが重要になってくるのかなと思います。大川先生何かありますでしょうかそうですね。あのフューチャーランドの中でもやっぱりあのフルマスターコースもありますし、それからマイクロクルデンシャルと最近言われているそのもっと小さい単位でこうバッチみたいに取っといてな集めて。 学位にするみたいなのがもうすでにやってますしあのもうちょっと言うと自分の大学のコースじゃなくてあの他の大学のムークのコースを自分の大学の単位として認めるっていう大学間連携も進んでいます例えば A 大学のコースがすごくいいので B 大学でそれを単位認定するから受けていいよというようなこともありますし細かい単位であの単位っていう。 ことでオフィシャルだし、かつ学位にもつながるしかつ、一大学の授業を受ける必要もないみたいな状況はすでに起きていていますはいありがとうございます。あのー まだまだ議論が足りないところがあるんですけれどもお時間が来てしまいましたの、ね、で最後に一言ずつ伺いたいと思いますあのー、コメントなどありましたらいただけたらい,いと思いますあの私としてはですね最後にちょっと申し上げたいのはあのこの話はですねえっ、ー、と実はあの私が話すと暗くなってしまうんですけどもやはりあのいろいろな大学のための制度とか規則の制約をどうしても受けているというふうに考えていますで あのー、それはまあ何か理由があってそういう制度ができているわけなんですけどもあ新しい技術新しい学び方っていうことが出てきた時にそれに何か対応していく必要があるんだろうなというふうに思っていて。あのー ちょっとこう奥歯に物が挟まったような言い方になるのは、それ実は今の制度ではダメなんですよねっていうことも含まれていると思うんです、まあ、さっきの単位の話とかもそうですし、授業の受け方なんて話も、でもそれ、徐々に変わり方、変わってくると思いますし、また必要なところ変えていかなきゃいけないと思いますので、こういう取り組みがますます進んでいくといいんじゃないかななんていうことを思いながら、今日ちょっとお話を伺っておりました。それででではは最後にですす、ね、講師の皆さんかかかららら一言ずついい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 たただきままししてセッションを閉じじと思いますお願いじゃあこちらからお願 次ののの年、あの5年後にどういういことが起きてるのかなっていうのはすごく興味あります、まあ少なくともあの今、大学に入ってくる子どもたち、まあ、学生さんたちはあの、まあ、子どものときからもオンラインに慣れてますし、まあ、小中高と実はオンラインで授業をたくさん受けてきてますのでそれを大学で受けられないっていう状況も多分学生さんにとってはちょっと違和感があるかもしれませんのであのまた、そういう状況も見据えて環境を作っていけたらいいかなというふうに 思、はい、いますあ、はい、えっと学習者の観点からいくともう今日何度も話題になりましたけども実質的にはもうどの分野でも無料でそのコンテンツでから学ぶことができるようになったとで、えっと、ちょっとお金を足せばあの学費まで取れるようになったしそれは今もアメリカなんか特にそうですけどもものすごくこう今学費って上がってるんですよね。そそのの中でやはりそのすごくそこの学費を抑えて教育を 広く人に伝えていくっていう観点では提供者側としてはそこをもうちょっと考えていくべきですし今の制度に縛られてやっぱりこれはやりませんとかここはつながりやりませんっていうことが日本大学あまりにも多いので <laughs> あのせっかくこういうチャンスなのでもっとこう先駆的に。 できればなということは常々思いながら、学内でいろんなこうややこしいものと戦いながら活動していますあの今後もあのやっぱ継続性でいくと、本当に学内の問題というのはあるのですけれども、あのやはり価値を見出してもらうためには、継続的にその価値を伝えていく必要があるなというふうに思いましたので、今日のような機会も非常にあ,のありがたく参加させていただきまして、ありがとうございます。ありがとうございますで岡先生 5年10年考えていきたいっていうのは本当にまさにそうだなと思うんですが、えー、と教室を完全に否定するということは全く考えてないんですがそう見られちゃう私たち結構。で教室の価値が上がると思うんですよねだからあのオンラインと一,と一緒にこう、まあ、要は会ったら何するか会わない時に何するかっていうのを自由に考えながら新しいデザインを教員たちができるように。 なるるとと社会が変わるかなと思いますなので、大学間でちょっとね、協力したいですね、と思いました、はい、あの本日は誠にありがとうございます。私のリードが良くなくて、ちょっと暗い話題が先行したんですけど <laughs> も、最後にあの、えー、明るい話題になってたあの、とはいえ、皆様、まだまだこう戦っていかれるフェーズなのかなと思いますので、<laughs> ぜひあの、えー、各関係、各所でご検討をいただくということと、あのー こういう取り組みが DMC として実はあのだいぶ取り組んでまいりましたけれども、あの実は情報発信の機会が今回、あの我々としても初めてでございます。えー、これを機会にいろんな形でこう連携したり、情報交換をしたりということができたらなと、えー、もちろん講師の皆様もそうですし、会場の皆様ともそんな関係になっていけば素晴らしいんじゃないかと思います。それではです、ね、あの最初のパネルセッション、若干お時間を伸びましたけれども、これにってえと終わりたいと思います。あの拍手を持って終わりたいと思いますよろししくお願いします。